カリフォルニア州オタイイメサの国境でトランプ大統領に建築する壁のサンプルを示す職員トランプの壁は2016年アメリカ大統領選挙でドナルド・トランプが公約として掲げた不法移民取締りのためのメキシコとアメリカの壁の強化と国境沿いの分離壁の建設トランプは国境の壁はアメリカが建設しメキシコに負担させると主張し メキシコのエンディケペーニャ・ニエト大統領は、その主張を拒絶した。国境の壁建設に伴い、大統領就任後の2017年から不法移民の親子を国境地帯で別々に隔離して収容し、2018年5月からは、ゼロトレランス政策の導入を発表した。2020年11月7日、民主党のジョー・バイデン次期大統領は、壁の建設を一旦中止し、 移民政策の見直しを図ることを約束した。2017年1月、トランプは大統領就任後まもなく大統領令13,767に署名し、連邦資金を使用して、米国とメキシコの国境に沿って壁の建設を開始するよう指示した。資金調達方法が明確ではないため、実際の建設は遅れたが、2019年に建設が開始され、 2020年末までに国境に全長を724.2キロの壁を築くという公約の実現を目指している。2018年、壁建設費用として、トランプ政権は10年間で180億ドルの予算が必要だとする計画をまとめ、議会に提出した。それが否決されると、2019年2月14日、壁建設費用を確保するため国家非常事態宣言を発令し、 連邦議会の予算決定権を迂回して、軍事予算を壁建設費用に転用するよう命令した。2019年9月4日、エスパー国防長官は、国防総省の予算から36億ドルを壁建設に転用することを承認した。そのうちの半分は、米国外に関連する予算で、約4億ドルは、カデナ基地、横田基地、岩国基地など5カ所の在日米軍基地の予算を、 転用することで賄うという。沖縄の米海兵隊グアム移転費用が壁建築に転用され、移転開始時期が当初の2024年から26メートル会計年度へと大幅にずれ込むと想定されていることも判明した。2020年6月23日、アリゾナ州、ユマ近隣のメキシコとアメリカの国境の建設されたばかりの200マイルの壁を記念したプレートの前に立っている。 トランプ大統領2017年7月トランプ政権が始めた不法移民取締りを強化するゼロトレランス政策でニューメキシコからテキサスに渡るエルパソ地区において子供と親を分離するパイロットプランを非公開でスタートさせた2018年2月26日アメリカ自由人権協会は亡命を求めているコン人女性から7歳の娘を 強制的に引き離したとして、連邦訴訟を起こす。4月6日、ジェフセッションズ司法長官が、ゼロトレランス政策を公式に発表する。メキシコ国境地帯で、大勢の移民の子供を、親や保護者から引き離して、別々に収容し始めたことに対し、非人道的であると、全米各地で抗議デモが起きた。歴代大統領の夫人たち、ジョージ・ W ブッシュ元大統領の、 ツマローラブッシュやミシェル・オバマ、ロザリン・カーター、ヒラリー・クリントン、またメラニア・トランプ自身も反対の意思を表明した。日系アメリカ人の俳優、ジョージ・タケイは第二次世界大戦中の日系人の強制収容施設ですら親子を分離して収容するという残虐なことはされていなかったと激しく抗議した。トランプの隔離政策に対し、イリノイなどの17州及び コロンビア特別区が政権を訴えた。連邦裁判所は6月26日、すべての引き離された家族を再会させるよう判決を下すが、乳幼児や5歳以下の子供たちまで引き離され、親と再会できるのは半分以下の可能性があると人権団体が指摘した。政府は犯罪者から子供を守るためという口実で隔離を再開し、今も続けられている。 親と引き離された子供をおとなしくさせるため、子供たちは当局から大量の抗精神薬を強制的に飲まされていたことも明らかになっている。親子引き離し政策に関する校長会では、同伴者のいない子供に対して施設職員が行った組織的な性的虐待の事例も報告された。さらには、隔離収容された大勢の子供たちのうち、2020年10月の 段階でも未だ545人が親と再会できていないことが判明している。翌月11月の発表では、引き離し政策のため、親が見つからず、孤児となった子供の数は666人に修正された。人権団体は、政府がその数を正確に報告していないし、実数把握する努力すらしていないと批判している。親の3分の2の親がすでに子供を伴わない。 状態で国外に送還されたことも判明している。ドカは幼少時に米国に連れて来られて不法移民となったドリーマーと呼ばれる若者約65万人の強制退去を遅らせる制度で2012年6月のバラク・オバマ前政権時に制定されたがトランプ大統領はその撤廃を公約として掲げてきた。2020年6月18日最高裁は 廃止の判断は、連邦行政手続き法に違反するとした、下級裁判所の判断を5対4で指示した。国境の壁の建設は、周辺の絶滅危惧種を含む野生生物とその、環境破壊と生息地の分断化に大きく、害を及ぼすと懸念されている。生物多様性センターによる二千十九年の調査では、壁建設は、フロリダ州サンベルナルディーの国立野生生物保護区の、 ジャガーの生息地や地下水にも破壊的な影響を与えていることが明らかになった。また、アリゾナ州のそのラサバクの生態保護区であるオーガンパイプカクタス国定公園内にブルドーザーが入ったが、米陸軍工兵隊はサボテンを移植すると発表していたものの移植は行われていないとされている。また2020年2月からの爆破工事で、 オーガンパイプにある古代ソノラ砂漠の22の遺跡が破壊される可能性があることを危惧している。ありがとうございます。